こんにちは、ブランドバイ社長です。グレートランデブです。ランダムです。お品書き、メタリカ、メルビンズ、レッチリレッチリレッチリ、ジョーズ、ダーリー、シンプソンズ、シンプソンズ、マルボロ、マルボロ、マルボロと、なかなかの人気どころでございまして、広いですね。なんか結構なんかビュッフェみたいな感じ。あんまピンとこっすけどまあビュッフェの思い出をちょっと喋ろうと思ったんですけどね、それからとも30分になっちゃうからね。もういいですか、商品で、はい、ということで早速行ってみましょう。はい、最近またね、てかずっと人気はあるんですけど、なんか動きが極端に速くなってるなと思うインヤンです、まあ、パスヘッドデザインの中ではまだ比較的こう値段的にもまだ買いやすい方に入ってくると思うんですよ。これいいですな、ジャンクな感じでかっこよろしいな、うん、なんでなんですか。何ですか。例えばメタリカのトイレとか、はい、ライド・ザ・ライトニングとか、はい、まあそれこそドリスとかいっぱいあるでしょ、はいはい、高いでしょ、はい、なんでこいつをそんな、なんか値段がってことですか、はい、教えて T シャツ先生。いや誰が言ってるんですか、誰が誰に言ってるんですか。いやもう本当に分かんないです、なんでなんですかね。もっと、いや確かにね、上がってはいるわけですよ、はいはい、相場はね。例えばサイドフレームのフレーミング、はい、パスヘッドとかに比べると上がり方が緩やかなのはなぜなのかなと。僕はまあもうすでにこれ評価されてるんですけど、だいぶもっと評価されてもいいと思うわけです。まあ確かにそれ言われるとまあまあそうです、ね、だからそのうち買おうかなと思ってる方は、うん、今買っといた方がいいと思うわけです。ただこれ結構ジャンクなコンディションなんで、はいはい、僕と洋服の趣味が似てる方はすごく、うん、そうですね、気に入っていただけると思うし、ハイソサエティな白シャツみたいな方は読んでいきましょう、うん、そうですね、それはそうですね、はい、はい、スラックスと合わせた方は読んでいきましょう。お次、ちょっと前に販売して即売れました、メルビンズ、はい、クライベイビー、うんうん、ペインズの、2枚タグ XL、 いいサイズですね、はい、いいフェードです。これフェードイズビューティフルでちょっと出そうかなと思ったんですけど、はいはい、狙いすぎかなと思ってやめました。なんかもっと なんかね、いい T シャツやん。まあそうですね、高い T シャツやん、はい、そこの底上げなのかいって僕は思ったわけですね。ああなるほどね、まあわかりますよ。もっとこう、うん、もうすぐエピソード 2.5 をね、まあ、もしかしてこの動画前にも公開されてるかもしれませんけども、はい、もっとこう気持ちが入るというかね、うんうん、っていうとこれはもういい T シャツやからもういいね、まあ、そうですね、うん、それでわかります、わかります、わかる、わかります。でシルエットも最高ですよ、この気持ち立て縮みで、はい、身幅がっつり、肩がっつり、まあ言っててくださいませ、はい、お次、お待たせしました。レッチリが続きますが、スペシャルと言ってもいいでしょう、ブラッドシュガーセックスマジックのバッグステージパスでございます。サイズ大きいですね、これは。横がね、身幅60以上あるんじゃないかな、うん、YouTube で、はい、多分大会付けの時に出てきたと思うんですけども、なんかコメント欄でも、いつもバックステージパスは買えないっていう風なお客様、うん、視聴者の方いらっしゃったんで、まあちょっとお値段は張りますけど、シルエットもいいし、サイズがすごい。やっぱだバックステージパスってヘインズだけっていうふうに思われてる方もいらっしゃるみたいですけど、そうじゃないわけですな、うん、これ明らかにヘインズじゃないんでね。まあそうっすね、うん、うん、そうっすね、はい、うん、であとなぜかレッチリのバックステージパスは僕たち的にはダメなんじゃないっていうのがね、あの X-ray とか、うん、ピカソとかちらほら最近また見かけます。もうプリントの質感が全然ちゃうやんっていう、は大丈夫ですので、はい、お会いしてください。お次です、久しぶりに言います、ありそうでない、本当になくなってきました、ジャイアントの L です、はい、当時CD 買ったらついてきたスペシャルボックスに付いてた T シャツですね、まあ、サイズは L って感じ、はい、うん、まあこのぐらいのサイズ感であればジャストで着ていただいて、
まあトレンド的にもねオーバーサイズっていうのがちょっと落ち着き始めておりますので、うん、合わせるアウターも選ばずでまあ秋冬も全然着ていただけるかなと、うん、白 T にね普通にロン T に重ねていただけるといい感じになります。はい、よろしくお願いします。はい、お次意外とこれの XL ってないんですよ。 XL ですか、うん、ああいいですね。それだけでもう十分、ね、マジで L 多い。 L 多いですね。で L はやっぱ身幅が基本的に狭い、うん、こうでかいっすよ。でかい、うん、あのある程度ねレッチリの T シャツを、まあ、実物見てこられた方はお分かりいただけると思うんですよ、うんうん、マジで L しかない。まあ、でもまあ L は L でいいんですよ、うん、ただまあ実際問題は流通数として X は少ないので、はい、まあまあちょっと僕も欲しいなと思うんですけどこれ、はい、あんまり入んないんでね、はい、しないんで。お次上手ですがこれもグッドフェードでございますな。テネリバの L です、はい、でバックプリントないものもございますがこれある方です。ウィンプスと。これちょっとね背面分かりやすいですけどこっからグラデーションみたいに焼けてる感じ、これが非常にいいですね。確かダブルステッチのものも存在しますがシングルダブルです。うん、それがシングルですね。うん、というかユニバーサルでテネリバ使ってたんやと思うけどね。確かにこことかやっぱそのハンガーにかけてこれ焼けてますね。すごいいい、うんうん、いい感じに放置してもらえてる。いい感じに放置してもらえてる、はい、お次です。ユーロのダリもうオシャレティです。はい、あーこれねそこまで僕ら高く売る技術がないので。でもこれ見たことある方結構いるんじゃないですか、ものだけ、うん、なのでまあまあお安いやんってお値段出しますので概要欄見てみてください。でやっぱりもうそろそろ買えます僕ほんまに。ソプラノスシンプソンズ、はい、これ XL かな。 XL ですね。はい、まあこれボディ結構種類あるんすけど、デルタが多分真ん中っていうか一番。アンビルスタンレーあと何だっけ、まあ、フルーツとかあるんすけど多分デルタが一番普通ってあるんすけど、まあ、一番見るボディです。ボックスシルエットで、うん、デルタがね本当にいい色抜けするんで。そうっすね、僕はあのレートナインティーズからアーリー Y2K の奇跡のボディだと思ってるんで。あ、サイズもいいですからね。デルタ結局質が悪かったよな。あ、うんうんうん、デルタって、はいはい、その色落ちするという観点で見るとね、はいはい、だって色落ち、うん、今でこそフェードフェード言ってますけど色落ちしたらあかんねんから T シャツって、うんうん、でまあブートにも使われてたりするので、まあ、比較的当時で言うと質の悪い、うん、でも今になるとだがそれがいい、うん、でもあれですかね、それテロテロとかそういうのじゃないんで。ああそうそう、いい感じのね、そうそうそう、ガシッと感でこの、袖のダブルステッチの部分とかがすごい浮き出てきて、いい感じになってくれるので、はい、ぜひともお願いいたします。そして可愛いですがジャストドーナツジョン・ドゥ・ボディの、まあ、L って感じかな。あこれね、うん、もうこの辺はね見たことあるって方は多いかもしれないけど、かっこよく着てほしいんですよねこっち系は。僕やっぱはいはいはい、こういったものはねずっと言ってますけど、まあ欲しい人多いでしょそんな説明せずとも、まあ、一応ねナイキの、ジャストドゥイットおよびそのジャンプマンのパロディではございますが、そうですね、まあ、本家超えてますので、うん、1997コピーライト3段コピーライトが入っておりますと。ボディはシングルダブルか、古いですね。はい、はい、お願いします。でコヨーテブルーなんですがラスト1枚出しときましょう、はい、レアバージョンワイルドウエストコレクション、はい、ブルーの、ポケティのコヨーテは僕がよく着てるやつとこの2パターンございまして、うん、本当欲しいんですけどまあ一旦まあ着れないやろそんだけ私物のばっかしでも、まあ、まあそうですね、うん、これ普通のコヨーテってあるんですか、ブルーの普通のってあれですけど私着用モデル、はいはいはい、うん、出してるあっちとか持ってる方も全然これってあもう別物ですよ、いいと思います、うん、シングルシングル、やっぱそのブルーが他にもいっぱいパターンありますってわけじゃないんで、まあ一旦これとその2枚とでもうブルー終わりなんで、うん、そういう感じでもいいと思います、はいはい、でタンタケボックス2枚ご用意いたしました。丸ボロなんですが、これはフルーツオブザルームなのに着丈短めボックスシルエットのスネークパス、うん、これはちょっとサイズ感コールで高くつけさせていただきます、うん、ただすごい長いモデルもいいんですよそれはね、はい、別に着方は自由なので、ただ僕としては、まあまあね、なかなか、うん、なかなか
なかなかええ答えやなと、うん、これリザードとともに、はい、あこっち見せてなかったところ、はい、だから僕がそれこそまあ私物私物で申し訳ないんですけど、あの持って今複数枚僕好きなんで持ってますけどね、もし持ってなかったらこれちょっとペロンチョしちゃおうかなって、うん、ペロンチョ、まあ、思えるような、そうですね、いい答えですね、こっちもいいサイズなんでね、うん、素晴らしいです、はいはい、ということで12尺ご紹介させていただきました。本日夕方夜6時から店頭にてご試着及びご購入が可能、夜9時から下記概要欄オンラインストアにてお買い求めいただけます。どうでしたか響くん、どれがいいですか、あいいですか、久しぶりのどれがいいですか、レッチリはねあえて触れないでおこう、まあ、スネークバスかね、いいやんか、シンプソンス、あまあシンプソンズは買います、デザインがもうやっぱりほんといいんで、うん、はい、うん、おすすめですということですので、最後までご視聴ありがとうございました。ブランドバイヤー社長とフレッドランド響きでした。バイバイ。